ガチゴーはい、塾よっよっはい、よろしくお願いします。はい、どうも。あれこれ、収録してるんですか？はい、もちろんですよ。え、すごいですね。いつもは、こう、切ってからやるんですけどね。あ、切ってからってどうですか？そうそう、一回、通話を切ってから録音してますもんね。はい。あ、今日はもう事前に立ち上げてたんで。あ、そうなんですね。はい。じゃあ僕のくだらない会話全部取られましたね。そうですね。はい、今日は温度どうでしょう？温度今日19度とか、そんな感じですね。ちょっと寒くないですか？そうですね、涼しいというか、ちょっと肌寒いですね。塾長は今30度ぐらいで、今夜なんで27。ああ、気持ちいい感じですかね。うん。で、夜ですね、今。どうです？あ、僕ですか？はいはいはい。そうです、外行くと寒いですね。室内も。あ、いやいや、時間は。あ、時間は今9時ちょっと過ぎくらいですね。かなり正確に言いますね。そうですね。僕夜って言っただけだったんだけど、あ、そうか、そのぐらい正確に言ってもらうと面白いですね。そうするとその時間帯だとかなり前方にいますね。そうですね、はい。前方というか日付、変更線の最前線ですね、多分ね。はい、そうですね。そうですよね、はい、日本はちょっと日付変更線から離れてるからね。はい。なるほど、なるほど。そういう場所にいるということで。なんか、また怪しいことやってるんですか？そうですね。怪しいこと。怪しいこと、何やってるんですか？修行兼、いろいろと、子供の学校を、塾長にアドバイスいただいたんで、いろんなところを、はい、見に行ってみたりしてますね。あ、いいですね。はい。あれなんか食べてるのバレてる。そうですね、なんか、もごもご聞こえますけど、収録中に、なんかあれ失礼しました。サプリメントとかサプリじゃないんですよ。僕はあれですよね、大体、この時間、ジェリー食べるんですよ。あ、そうなんですか。そうそう。しかもなんていうの、糖質とか一切ないゼリーで、はい。うん、食べても、特に何もないんですけど、はい、ただちょっとこの時間ゼリー食べることにしてるんですよ。そううん。意味があるんですかね、すみません、ちょっと。まあ、おまじないみたいな感じで。あ、そうですか。まあ、そういうわけじゃないんですけど、はい、まあ、うん、なんていうのかな、体調を整えるために、はい、この時間にゼリー食べるんですよね。まあ、バレちゃったね、またね。そうですね、ちょっと興味ありますね。うんそうでしょう。はい。寒天とかでない。で、何？子供の、そう、寒天に近いのかもしれないね、これね。寒天に近いのか、ゼロなんでね。はい。まあ最近食べてる人多いんじゃないかな、これ。食物繊維だけみたいな、そんな感じですよね。ああ、いいっすね、なんか。いいでしょう。はい。いや、ところで、子供のなんかあれで言ってるんですか？あ、そうですね。学校の。はい。夜寒いでしょ、でも。19ってことはないですよね。9とか10になるはずなんですけど。あ、夜はそうですね。10、多分2、3度とか、寒いですね。結構暖かいとこですね、それだと。はい。結構上の方かな、それだと。一番東の方ですね。そうすると今だと9とか10切っちゃうね、夜ね。はい。もう寒い。それで、コートはいらないでしょ？あ、コートはいらないですね、はい。そういや、塾長なんで聞いてるかって言うと、もう塾長これから行くんだよね、そこに。あ、そうなんですね。いや、内緒にしてたけど、はい、ちょっと今から行くんだよね。あ、本当ですか？そう、これから。だって、夜じゃん、飛行機。はい。はい。もう、ゼリー食べて万全な体制で行くんですよ。じゃあ、そっちで会えますね、多分。そうですね。多分こう近いところで会うというか、まあ、まあ、近くを通るぐらいのものでしょうけどね。はい。まあ、それに関してもいろいろあるんですけど、はい。もうやめとこうか。ちょっと、今日はホテルとかマイルじゃないんでしょ、話が。あ、そうですね。ちょっと、今大丈夫ですか？脱線してしまっても。どうでしょう。もう今日の一応テーマが、やばいぜ日本人っていうシリーズで、前回、いいねがですね、30個集まったら、塾長が続き教えてくださるというところで。ああ、なんかそんなの言いましたね。そうですね。言っちゃったんですか、もしかして。そうですね、言ってしまいましたね、30。じゃあ、やらないとダメだね。はい。で、それはどういうような話でしたっけ？塾長がお子さんに何て言うんですかね、例えばそのリーダーシップっていうものが、まあ、これから一つ大事になってくるっていう話をされていて、で、まあ、その前後にちょっと日本の今の教育っていうものがまあ、環境的にもあんまり、まあ、塾長よろしくないよねってお話をされていて、で、はい、その流れでじゃあこれからどうすればいいのかというところで、まあ、僕たちが目指すべき人生のゴールであったりとか、まあ、子どもの教育に関して、はい、ちょっと塾長なりの考えをまたお話しくださるっていうところで、一応前回終わってましたね。なるほど。そういうことですね。はい。まずこの日本に、まあ、高校とか中学校、高校か、もしくは大学でね、しっかりやらなきゃいけないというか、この間言ったけども、親御さんがね、自分の子供に、はい、じゃあ、勉強させたいときに、僕がね、リーダーシップっていうのがあったらどうですか、子供に教えたいですかって、そういう話ですよね。そうです、そうです。そういう授業やっぱ受けさせたいですよね、どの親も。みんなそう思うんですけど、弟子一もそうでしょ？あ、はい、教えたいですね。そうだね。僕も絶対活かせようと思うんだけど、まあ、しっかりしたリーダーシップを教えてる、その、まあ学校とか、それからその科目、もしくはその授業、ってのすぐいっぱいになっちゃうんですよ。へー。そうそう、海外では。はい。で、取りに行こうと思ってももう遅くて、はい。で、なんていうのかな、サマースクールだったりでもあるし、実際の授業でもあるんだけど、もう、なんていうの、何ヶ月、年単位でかな？先に入れとかないと埋まっちゃうんですよ。はい。やっぱ人気なんですよね。で、面白くないですか？リーダーシップ論っていうの、例えば、高校とかの授業にあって、みんな受けてたら、リーダーシップにならないって感じしません？でも。で、みんなが受けるわけだから、リーダーシップを。はい。それみんながリーダーになるわけですかっていうことになるわけですね。あ、そうですね。はい。その辺はどうなんですかね。でもちょっとまだ考えたことなかったんですけど、冷静に考えてみたらそうですよね。みんなリーダーになったら、ちょっとそれは困ります、ね。みんなリーダーですよね。はい。これ何を意味してるかっていうと、まあもうみんなね、気づいてると思うけど、上の層と下の方がはっきり分かれてるんですよね、これから日本がね。もうそれはもう随分前から言われてて、今はもうはっきりしてるんですけど、かなりね。で、下の人たちっていうの、まあ言い方悪いけど、やっぱちょっとかなりきつくなっていくという。で、上の人たちの子供はこういうのを受けにやっぱり行かせるという、そういうなんか流れだよね、流れ的にね。なるほど。ただまあ、これは3年前ぐらいかな、実際にはね。はい、今じゃあすごい流行ってるかっていうとそうでもないんだけど、3年ぐらい前なんだけど、まあ日本にはあとそうだね、あと10年ぐらいかかるのかな。はい。だから自分の子供が大きくなりそうな頃、今のちっちゃい子がいるんだったら子供が大きくなりそうな頃に来るから、はい、まあ今やっといてもいいかなっていう感じはするんですよね。で、なんでこういうリーダーシップとかそういう、なんていうのかな、授業っていうのは日本にないと思います？いや、日本はその、なんていうんですかね、昔ながらのその均質化っていうか、割とみんな同じような戦闘力を身につける教育で、なんか、出る国になってるら困るというか。ああ、いいこと言いますね。そうなんですよね。その出る杭は打たれる。はい。その、まあ、逆にリーダーシップを、勉強しに行きますなんて言うと、はい、なんかけしからんみたいな、お前だけじゃあリーダーになろうとしてんのかみたいなね。はい。そんなところがあって、まあ、学校側としてもなかなか打ち出しにくいし、しかも学校じゃない、じゃあ私塾っていうのは一般の私立というかそのどっかで塾でね、はい、リーダーシップ育成みたいな感じでまあやるんだけど、まあ途中でなんかしらけてなくなっちゃうみたいな、そういうのは結構、多いんだよね。だからその、有名な上場企業の社長がさ、なんとか塾とかさ、そういうのでいろいろやったりはするんだけど、実際それが、なんていうか続くかというと、その、なぜか彼らの強い情熱とは別に、なくなっていくというか、なかなか続かないというのが、まあ、今の現状かもしれないね。なるほど。一つはリーダーシップのことを話してて、一つは、子供の教育の話、というのが、まあ、メインだったみたいなんですけど、じゃあちょっと弟子一、この続きを僕話すにあたって、弟子一は子供にどういう子供になってもらいたいですか？そうですね、今日もそういう話を妻としたんですけど、マジですか。はい。暑いね、弟子のとこは。そうですかね。ちょっと待って、それ奥さんとそう話してるわけ。あ、そうです、はい。常に。まあそうですね、今日たまたまそういう話を、すげえ、ちょっと待って、それどのぐらいの長さ話してるの？ 10 分とかじゃないし、やっぱり。いや、今日は結構長く話して、1時間から2時間ぐらい話してたんじゃないですかね。マジで？はい。それはすげえ家族だな。でも2時間しっかり膝つき合わせて子供をどうするっていう教育の話をたまたま今日話した時の偶然に話してる家族ってのはすごいね。はい、うん、でなんかどうしたいとかって話あったの？内緒じゃない程度でちょっと教えてもらいたいな。まあそうですね、いろいろと話は出てきたんですけど、まあよく言われている通り、そのまあ自分でこう道を切り開いていける人っていうのは、まああると思うんですけど。まあでもやっぱり家族大事にしながら臨機応変に、まあ、特に時代の変化が早いと思うんで対応していくっていうのもそうなんですけど、まあ、それ以上に僕たちがどっちかというといかに邪魔をしないかっていう話の方が多かったかもしれないですね。おー、すげえ、邪魔をしないか。そうか、ね、教育に関して、ね、今後の日本人の教育に関してテーマが何個かあって、はい、で今、まあ、僕的にはじゃあ具体的に何個なんですかって言われると、はい、6個か7個ぐらいあると思うね。これだけは絶対やらせなきゃいけないみたいな、子供にね、うん、今足りないね。でそのうちの1個が今出たのね、はい、何だったっていうと、今ほらそのちょっと1個前に出たじゃん、子供の邪魔しちゃいけないっていう前に1個1ついたじゃん。今道を切り開くとかですか？そう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 、道を切り開く、はい、自分でね、はい、自分で道を切り開くって言ったじゃない、はい、でこれが前回の話の続きのどういった教育をしてったらいいかとか、うん、どうやったらなんていうの、リーダーシップのね話とかもあったと思うんだけど、はい、これまあ一応一番その大事な、部分に入っていくのかなと思うんだけども、今弟子が言ってたその、はい、自分で切り開く、はい、でまあ僕の言葉で言うと自分で切り開くんじゃなくて、自分でその具体的な、経験をするっていうことなんだけども。経験ですか？はい。そう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 。で、まあ、具体的に言うとこういうことなんだよね。すげえ分かりやすく、すげえかどうかわかんないけど分かりやすく言うと、はい、例えば弟子1、例えば会社っていう大会社があって、はい、で今回じゃあ何にしようかな、この塾長が食べてるゼリー、はい、ゼリーが売れるだろうなということで。社内会議でガーッとして、それでそのゼリーを売り出すわけじゃない、はい、でヒットして売れるわけじゃない、はい、でまあ大体そういう流れなんだよね。どのドキュメンタリー撮ってもそういうふうにいくし、その会社にいたなんとかさんっていうのがこの、糖分ゼロのゼリーを売った方がいいんじゃないかっていうアイデアを出して、でそれでその社内会議にかけて、社内会議でじゃあこれでいこうってことで、じゃあマーケティングがこう、何がこう、何がこうって全部やってね、はい、それでボーンと市場に打ち出してバーッと売れるわけじゃない、はい、でまあ今まであるそのサクセスストーリー、まあ、今最近だと何かな売れてるものっていうとね、とにかく、世の中に出て売れてて、あすげえなっていうものがあると思うんだけど、はい、全てのものっていうのはそういう、ストーリーしかこう、テレビとか雑誌とかメディアではそういうふうにしか言わないんですよ。うんうん、でも皆さん知ってるように、本来であればそのゼリーまで行く間に、本来はその似たようなゼリーを何十個も作ってて、で20回ぐらい失敗して、やっとその糖質ゼリーがヒットしたと、はいね、いうのが本来の、筋なんですよ。本来の筋っていうのはなんていうかな、本当の成功した人の例っていうのはそういう感じなんですよね。はい、例えば糖質ゼロ売ってみた、その前は、糖質 5% 売ってみた、その場合は皮質が入ってるのを売ってみたとか、その前はなんか中にパン入ってるの売ってみたとか、うん、でいろんなのやってってて、それで糖質ゼロでなんかカロリーゼロ、皮質ゼロのやつがすげえ売れたみたいなね、うん、でまあこれが売れるとは限らないよ、僕が今言ってる例えばの話言ってるわけであって、はい、うん、そういう、経験をたくさんやって、で失敗をたくさんやって、それでまあ達成すると、はい、みんなそんな話聞いたことあるよって言うけども、実際のみんなの、頭の中に、例えばビジネスやる場合にさ、例えばなんだろう、洋服屋さんやる場合に、こういう内装でこういう内装のこういう風な感じの洋服屋さんやって、こうやってやろうよとかっていろんなイメージを出すわけだけど、はい、それっていうのは楽しくね、それやれるんですよ。誰でもイメージをしながら、うん、あ、いいね、こういうクリエイティブいいね、こうやってうまくいったらいいねとかって感じですごい楽しく、まあ、話をするんだけど、実際やると失敗するから、はいね、でそこでみんな全ての人たちが大体そこでモチベーションをなくすんだよね、うん、だってお金もダメ、自分でやってみたけどダメで、なんかサクセスストーリーをいろいろ読んでみてその通りやってみたり、あとなんていうの、成功法則だとか、はい、なんとか法則だとかあるんじゃない、うん、読んでやってみたけど全部ダメでガクッといっちゃうわけ、一発目で、うん、で芯の強い人は2回目やるんだよね、はいで2回目やってまた失敗するんだよね、うん、でまだ俺をやり続けるとっていうんで3回目になるわけ、はい、で4回目5回目になって失敗すると大体の人折れるよね、うんうん、大体くじけるんだけど、実はそれの答えっていうのはもう10回から20回確実に失敗しないと1回のその成功はないんですよね、うん、でただそれを皆さんその一発でなんかアイデア出して一発で当たったみたいな、はい、成功した人をそういうふうに見ちゃうから、うん、子供の育て方もそういうふうになってくるんですよ、うん、これ何を意味してるかっていうと、学業をやるでしょ、はい、勉強して大学行ってすげえ頭のいい人たちでこう出たりするっていうのは、さっき言ったように実際の実地の経験がないんですよ、はいうん、例えばフィナンスの勉強したりとか、会計の勉強したり、投資の勉強して、ほら投資だってフィナンスの勉強ってあるわけだから大学で、はい、なんでそれでみんな金持ちにならないですか、どう思います？だって MBA とかあるわけでしょ、はい、MBA、マスターですよね、大学院出て、はい、ビジネスのですよ、はい、ビジネスの修士課程を取るわけですよ、はい、そういう人たちなんでみんな金持ちにならないんですか？いや、やっぱり先ほど塾長言われてた通り、いざ実際にやってみるとできないからじゃないですかね、うんうん、あと税理士とかさ、弁護士とかいるじゃない、はい、あの人たちいろんなビジネスの話が来るのよ、はい、なんでかというとビジネスもう売りたいですみたいな、で僕らから見ればこんなビジネスめっちゃ金になるじゃんみたいなのいっぱいあるわけですよ、うん、弁護士とか税理士とかね、ああいう人たちっていうのは、はい、だって税理士っていうのは会計つけてるから、その会社自体がどういうふうになってるかって分かるわけですよ、まあ、そうですよね、はい、でそういう状態でなんか病気になっちゃったから売りたいですとかって話出たら税理士がパッと買うはずじゃない、はい、本来でもあの人たち買わないんだよね、ずっと税理士の仕事してんだよね、はい、そんなチャンスいっぱいあるのに、うん、弁護士もそうでしょ、揉めてさ、揉め事があるわけじゃない、はい、そこでうわ、こんなのやったらすげえ儲かるぜみたいなのいっぱいあるはずなのよ、うん、でも彼らやらないんだよね、はい、で MBA も同じで MBA とかって名前持ってるけど、実際に大企業にいてなんかセールスやってたり、はい、じゃあビジネスやるかっていうと、まあ MBA 持ってビジネスやって成功したって人聞かないもんね、まあいるんだろうけど当然、うん、まあ、少ないですよね。これなんでですかね？やっぱりうん、繰り返しになっちゃうんですけど、さっき自分、はい、実際にやるときになると、うんうんうん、ちょっと違うからというか、実際のなんていうんですかね、動きと頭で覚えてることが違うからじゃないですかね、うんうんうん、なるほど。どっちかっていうとやっぱり勉強これやればいいよっていう感じで教えられるわけだけど、はい、それって全部直線的っていうのかいうかな、さっき言った通り一つのサクセスストーリーしかなくて、はい、そのサクセスストーリーを教えてるようなもんなんだよね、一本で、うん、一本だけの道で一本道でそこまで来て、それで教えられてやっと達成したという、はい、そういう形なんだよね、うん、でまあ実地MBA だと実地の訓練とかはあるんだけど、それでもやっぱりなんていうのかな、まあなたの周りにいるね、あなたの周りにいるって言っちゃ分かるけど、すっげえもう詐欺師みたいなのが実はいっぱいいるわけですよ、はい、金、まあ、1億ぐらいパッと手に入れた人で、詐欺師みたいな人が近寄ってこなかったりって人、まず聞かないもんね。うんうん、っていうことは世の中、周りの中、まあ、100人ぐらいまあこういう言い方して嫌われるんだけど、周りにいる人たちほとんどもう詐欺師みたいなもんなんだよね、はい、やっぱりその人の金当てにするし、でなんとかしてやっぱ金にしようとするし、今の日本人ってそういうの少ないですよまだ、うん、ただこれから進化していって、日本人の文化が進化していくとどうなるかっていうと、もうそういう周りにそういう人たちばっかりになるんです、実は、はい、これからなんとかして金にしてやろうという、うん、ところが今の日本だって5年10年前と比べたら、もうなんとかして金にしてやろうという人たちばっかりなんですよ今実はね、はい、でももっとこれからひどくなるのよ、うん、実は、うん、もう人間関係なんかギスギスするとこじゃないし、その信頼とかっていう言葉って世の中にあるのみたいな、そういう状況、はい、これからやってくるわけね、うん、その中に自分の子供を放り込まなきゃいけないから、はい、そのまあ弟子一なんか僕はほら特別セミナーを20代の人にやったりしてんじゃない、はい、だからあれ見てわかると思うけど、そういう時代がやってくるわけですよ、うん、その人をなんていうのかな、騙すっていう言い方悪いけど、そんなのやっちゃしていけないんじゃないのみたいなのがね、誰かいて、普通はみんなブレーキかかるんだけど、そういうなんていうのかな、人間関係によるブレーキ、はい今後ほとんどなくなっていくということなのでね、うん、うん、その中でいて、そのさっき弟子一が言ってた自分で答えを導き出す、はい、いろいろやってみてね、そういう教育の仕方っていうのはすっげえ大事になってくると思うんだよね、うん、っていうかそういう人しか生き残っていけないと思うね、うん、うん、でまあこういう勉強を子供にさせると子供がひねくれちゃうんじゃないかっていうことですごい親御さんも考えると思うけど、はい周りにこういう騙しのテクニックを持った人たちがいっぱいいるっていうことをやっぱり子供に教えていかないと、うん、うん、何でもかんでも人信じりゃいいんじゃないんですよと、うん、いうことをしっかりね教えてってあげれる親じゃないとやっぱり、その子っていうのはなんていうのかな人を信じるだけで、はい、それでしっかり勉強してきてやってきて社会出たらもう一気に足元すくわれたみたいな。うんそういうことがあるんで常にやっぱり自分で考えてで一緒にいるうちにねだから例えば、はい、弟子一だったら中学校から高校、はい、もうそれ一緒に外歩くわけじゃない、はい、でその時にまあこれってこうなんだよとかこういうやつがいるんだよねとか、うん、これってこういうふうな人たちがいるんだよねとかそういうふうなのを常にいろんな方向から経験させながら、はい、でやらせてみてあやられちゃったみたいないやひどい話があったねそう言われてみるとあそうですかあったすっげえのがあったそういうの言わなきゃダメなのあそうですねちょっと気になってる方多いと思いますあそうもう絶対内緒だからねこれねはい、うん、いや実はいや言いたくねえなマジでこれじゃあいいねつくのこれあそうですねいいねつけられますねはいあついてくれんのつけてくれんのはいじゃあみんな30以上つくんだねそしたら次、ね、50以上だな今回の話は50だなはい50以上これついたら次またこういう系の話するよ僕はじゃああわかりましたお願いします、うん、頼むからつけないようにしてね50なんでかっていうともう相当話したくないから内容的にはいね実はねまあ、僕も子供がいるからね、はい、でまあほら車を関連でなるわけですよ、はいうん、で僕の場合はほら子供はまあ、日本にもいるんだけど、はいまあ、海外で欲しいわけでしょ車、はいうん、そうすると海外で車欲しいですって来るわけじゃない、はい、そうすると買ってやんなきゃいけないわけですよ、はい、なんでかっていうと日本みたいに電車が走ってるところなんてないし日本みたいに車がなくて生きていけるような国なんてのは本当少ないんだよね。そうですよね。まあヨーロッパにはあるんだけど、はいうん、でそういうところでやっぱ車って買わなきゃいけないでしょ大人になったらね、うん、特にまあ欧米圏はほとんどそうだよね、はい、ちょっとそう必ずないといけないですよね車で16歳から乗せるという、まあ、それが普通だから、うん、でその州によってはまあ15歳から運転できるし、はい、っていうことはもう中学生がバリバリになんていうのかな箱乗りで車を運転してるっていうそういう想像してもらえばいいんですけど、はい、箱乗り知らないでしょ箱乗りって何ですかすいませんあマジでやばいちょっと皆さん聞いてくださいよ弟子一応これ箱乗り知らないんですよすいませんあ知らない研究しますちょっと箱乗りっていうの叩いてるねちょっと箱乗りってどういう風に出てくるのよ箱乗りっていうのは、ね、チョロキューとか出てきますけど、うん、チョロキューチョロキューっていや箱乗りっていうピクチャーで写真で見ればいいなんかこのあれですか半分出てるやつですかそう半分出てるやつよケツ出て乗ってるやつありますね、はい、あるでしょ箱乗りってあるじゃない、はい、箱乗りって半分体出て運転してるやつですよだから、はい、中学生の子供がこうやって箱乗りしてね、うん、運転するようになるわけですよだからね、はい、海外だとね、うん、でその場合やっぱ車を買うという、まあ、大きなイベントがあるわけですよ、はいあるわけですよでやっぱり当然まあいろいろ教えなきゃいけないわけだけど、うんまあ、勝手に持ってこいと、はい、いうことでまあ、持ってくるわけですよいろいろね、はい、でその時にすっげえ格安の車見つけてきたんですよ。はい、でそれはなんていうのかな、今回ね、販売初めて何十年も販売されてたものが、2019年今年で全部、販売停止になるっていう車があるんですよ。はい、何か知ってます？知らないよね。いや、わかんないです。日本車ですか？いや、ドイツ車なんだけど、今までもう100年とは言わないけど、そのぐらい長く売られた車じゃない、はい、何十年と売られた車で、息が長い車でね、フォルクスワーゲンビートルっていうのがあるのよ。はい、知らない？フォルクスワーゲンは知ってますけど、ビートルわかんないですね。はい、マジでビートル知らないの？どうしよう俺。すいません。箱乗りは知らないし、ビートル知らないし、俺どうしたらいいのかな俺。話続かねえな。マジで。ちょっと今調べていいですか？ビートルでのイメージで叩いてよ。写真で。はい。知らないこれビートルって。あ、これはわかりますわかります。はい。これフォルクスワーゲンビートル。これしょっちゅうその辺走ってますよね。そう。だからこれ多分。70年とかそのぐらい売ってる車じゃない？戦後すぐからずっと売ってる車でしょ、はい、ビートルっていうのは。だから車といえば昔はビートルだったから、はい、でフォルクスワーゲンの本当一番最初のあれじゃないかな、っていう、まあ、ビートルといえば知らない人がいない車なんですけど、はい、これを持ってきたんですよ。これでいいよねみたいな。かわいいですね。はい、でいいでしょ、いいからなって10万だっていうから。はい、おお、いいじゃないか、10万かと。はい、まあ10万だったらいいんじゃないかっていうことでね、まあ、お金を渡して、はい、それでまあ自分でやってこいってことでやったんですけど、はい、まあひどいですよね。わかるでしょ、どうなるか。あ、すぐ故障ですか？わかんない。え、すぐ故障ですか？いや、10万だよ、だって車が。はい、だって普通に買ったら7、80万すんのかな、それが10万で売ってるわけですよ。はい、それはもう故障どこの話じゃないでしょ。とりあえずほら車が売ってるし、これだからっていうことで、はい、10万を振り込んだんですよまず。はい、そしたらいきなり連絡つかなくなったのよ。ああ、その人ですか？はい。そう。で、その後、連絡ついて、車の納車はって話をしたら、あと10万足りないからダメだとか言われて、はい、保証金だから、後で返すから、その10万は、とりあえず10万振り込んでって、また10万振り込んだんですよ。はい。そしたらまた連絡取れなくなって、はい、それでまた振り込めって、で僕がでは20万貸しちゃったんだけど、はい、で振り込めってやったら、もう、シーンですよ。で、それもね、やり方がすごいのよ。はい、そのなんていうの、もう IT を駆使したやり方なのね。そのほらクレジットカードで車を買ったりすれば、クレジットカード会社にチャージバックって言ってね、車が手に入らなかった時に戻してくれるじゃない。はい、あとヤフオクとかで買っても、ヤフオークションがエスクローみたいな形で一回金を預かって、で車が納品されたよって言ったらヤフオクが払うみたいな、はい、そういうシステムでしょ。だそのシステムをうまく利用して、そのなんかほら中間手数料みたいなのでヤフオクに払わなきゃいけないから、だからヤフオク通さないで直接やろうよみたいな、そんな感じですよ。それでアプローチしてきて、もうなんていうのかな、もうそういうのがいっぱいいるんですよ。それでアプローチしてきて、今度、それでやろうとしたら、それでクレジットカードで買いに行くわけだけど、はい、そしたらクレジットカード会社に電話すればクレジットカードをバーンとあっちも止められちゃうから、支払い行かないんだけど、そこの間に今度なんていうの、商品券みたいなの挟むわけよ。どういうことですか？クレジットカードで商品券を買えと。でその商品券をくれってわけ。はい、そしたらその商品券使っちゃえばさ、すぐ。はい、なんか換金しちゃえばさ、それすぐ OK なわけじゃない？で足がつかないというか、はい、半端ないのよそういうのが。まあなんていうの、海外行けばそんなの当たり前で、普通にもう山のようにやってくるんだよね、そういうのがね。現物だけ見せられて、で買うっつって名義変更するしないとかさ、日本なんかね、めちゃくちゃなんていうの、恵まれてて。そんな話なんていうのも政府が大体こううまく問題起きないように、はい、いろんな法律を決めてるから、だからなかなかそれ騙すような人が出てこないんだけど、これからその法律の闇を抜けたものがボンボン出てくるのよ。はい、でうまくやれる人っていうか、そのしっかり儲けれるっていう人たちっていうのはそういうふうな悪いやつたち、うん、詐欺師みたいなのを全部押しのけてやった人たちが勝てるのよ。うん、なるほど。うん、例えば、昔はなかったんだけど、そのオレオレ詐欺ったんじゃない、はい、うん、あんなのね、もう序の口だからこれからは、うんうん、それぐらい人間関係ギクシャクしていくんですよ、これから日本の世界っていうのはね、はい、うん、でオレオレ詐欺なんて言ったら多分10年20年前なんて何それみたいな感じだったと思うんだけど、はい、だもっとね日本人、僕今話してるけど、何それみたいなね、そういうなんていうの、まあ皆さん特殊詐欺っては呼んでるんだけど、うん、まあでその周りにいる人だけ特殊詐欺、周りにいる人たちみんな特殊詐欺みたいになってくるのよ。うん、言ってることなんか分かんない？あ、分かります分かります。要はもう自分の身近な人も自分に要はそう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 、はい、みんな特殊詐欺になってくるのよ。うん、そんな世の中やってくるんですかっていうんだけど、あのねこれ考えれば分かることで、はい、例えば50年前ぐらいの日本って言われてるその発展途上国に行くじゃない？はい。そしたら村の長がいてさ、長ってわかる？わかります、はい。村長がいて、でなんとかさんがこれしましたとかって特殊詐欺を僕にオレオレ詐欺をやってきましたんで、お前そんなことしちゃダメだ、全部金返せって言われてね、うん、それでそうだそうだってみんなに言われて、それで返して終わりじゃない。はい、うん、でだんだんこう人間関係がこう文化がこう成熟していくと、まあ町内会みたいなのがあって。はい、悪いことすると、お前なんだ、そういうことしちゃダメだぞって、すいません、申し訳ない、常識から外れてんなとか言われて、お前常識ねえやつだとか言われて、うん、この常識っていう言葉が問題なんだよね、うん、常識がねえやつだって言われて、あ、すいません、常識なかったです、すいませんって終わるんだよね、はい、そういう悪い、オレオレ詐欺みたいな出回するような常識のないやつっていうのはもう発生しないはずなのよ、本来は。うん、ところがほら、今、世の中、自分の隣に住んでる人、あ、弟子一だって。たらもうほらなんていうの、コミュニケーション最高の人だから、はい、いくらなんでも自分が住んでるマンションのさ、はい、フロアの人たちの顔と全部知ってて、会えば挨拶して、当然引っ越した時にこうお菓子とかちゃんと引っ越し挨拶とか行ったでしょ。あ、そうですね、昔東京に住んでた時はやってましたけど、いやいや今回新しいところに住んでる時でしょ。そうです、外人なんでちょっとやったほうがいいんですかね。マジで外人なの？はい。あ、昔東京に住んだ時やってた。東京に住んだ時はやってましたね。ああ、そう。で、そういう人たちっていうのはもう今珍しいんだよね、逆にね。昔ってことは、まあ、数年前の話？ 5 年ぐらい前ですね。はい。あ、じゃあ、それすごいね。すごいやれる方だよね、それだとね、やっぱね。弟子ってすごいね。はい。だって逆にやられたってことある？引っ越してったからっつって。そうですね、当時下北沢ってとこにいたんですけど、そこの時は比較的しっかりしてた、やっている人多かったですね。はい。じゃあ結構しっかりしてんだね、周りでね。はい、うん、そういうのがまあ希薄になって薄くなっていくと、そういう隣の挨拶も全然しなくなっていくし、うん、で隣の人間がゴミ出して、変なゴミ出して言い合いになったりとか、はい、騒音が、まず隣の家の騒音がうるさくて喧嘩になるって今までありえなかったんだけど。はい、うん、ほらなんとかさんちあれだもんねとか、気遣ったりとか、その町内会の人が出てきたら、まあまあうるさくしちゃダメだぞとか、うん、そんな感じでうまくやってきてるんだけど、今もう完全にそういうのないもんね、はい、で隣の人がゴミ屋敷だろうが、ゴミ屋敷で家が臭かろうがもう全然関係ないからね、うんうん、そういう世の中がどんどんやってくるということで、まあ、ちょっと話長くなっちゃった。この辺で切る？あ、大丈夫です、大丈夫ですよ。大丈夫だ、あれ大丈夫？まあいいか。そういうことなのよ。はい。希薄になっていくから、そういうふうな特殊詐欺とかを普通にやってくる人たちをしっかり、あ、僕はいいですって跳ねのけながら生きていかなきゃいけないんだけど、その中で金も使わなきゃいけないわけよ。はい、例えば家買わなきゃいけない、車買わなきゃいけない、それから仕事を依頼しなきゃいけない。はい、なんかお金払わなきゃいけない作業って必ず発生してくるんだよね。そうですよね、はい、うん、その時にやっぱりしっかりそのした人とのコミュニケーション、それからネゴシエーション、うん、うん、それからさっき言った経験を積んでて、はい、しっかりこうなんて避けれるかという、うん、だから僕ら親側からすると勝負なのは、これやってみろっつってやらせた時に取り返しのつかないぐらいへこまされることがあるわけよ、はい、うん、その場合とかも起こしちゃいけないなと考えたりさ、うん、かといったらそのなんていうの、誰でも越えれるような壁を一個一個与えてあげても、それはね根性のある子には育たないし、うん、すげえやっぱり今後の子どもの教育、はい、っていう部分で今回子どもの教育とさ日本の未来とかリーダーシップとかの話聞きたいってことだったから、はい、まあ全部その話が網羅されてくるかなと思うし、うん、でシーチが今言ったそのなんていうのかな、なんていうの、その自分で考えて、はいやれる人間、うんうん、これ非常に大事なことなんだよね、うん、で自分で考えてやれる人間を作り出すには学校の教育ってダメなのよ。さっき言ったように一本道だから、はい、MBA 勉強させるの一本道なんです実は、うん、一本道っていうのはこの教科書でこれ全部暗記すれば絶対に100点で受かるよって分かるわけじゃない、うん、なるほど。分厚い教科書渡されてこれ全部覚えればお前一本道で絶対受かるよってその通りなのよ、うん、それ全部暗記すればそのままいくから、うん、だって本当のビジネスってそういうもんじゃないじゃない、はいうん、もう右行って左行って騙されてそれでやってみたけど良かった悪かったそんなの繰り返しじゃない、まあ、いわゆるトライアンドエラーって言われるやつだけど、はいうん、そのトライアンドエラーやってもやっぱなんていうのかなへこまない人間、うん、でそれに対して自分で考えれる人、はい、プラスその自分のクリエイティブをもう最低でも何かやるぞって決めたらそれ10個以上、うん、少なくても出してそれを最後までやれる人間、うんそういうことになっていくよね。だからこれ会社に行っても同じだよね。同じになっていくよね、はいうん、だから今日本の僕なんか採用業務海外でも相当なもう何千人ってやってきてるけど、はいうん、でその中で言うとやっぱり非常に大きな日本との違いっていうのは学校どこだからねまず日本の場合は、うん、学校どこなんだよどこの学校みたいな感じ、まあ、アメリカでもあるんだけど、はいまあ、海外でもあるよ学校どこ当然禁止はするんだけどそれで全てが決まるみたいな、うんうん、だから学校新卒で一番出た最初の人が一番キラキラしてるっていうかその価値的に高いみたいな、はい、そんな感じだよね。ところが海外の場合はまあご存知のように経験何してきたのというところを聞くので、うん、あんた経験ないから悪いけど給料10万円とか、うん、経験大学出てるの分かるけど経験あんたしてきてるからじゃあちょっと50万円とか、うんそういうふうにして経験で全部分かれてくるもんね、うんなるほどうん、日本の場合はもう大学どこ出てあれでって長く勤めていくらみたいなはいそうですねうんうんっていうことはやっぱ実質その世の中っていうのは先端というか先走ってる国っていうのはみんな経験を見てるってことだね、うん、やっぱ経験させなきゃってことで経験させるわけでしょう、はいうん、でその経験っていうのも親っていうのは結構勘違いしてる親がいるんだよね、うんうんまあ、親の金でやったものは経験じゃないということなの、ね、実は。あここ今日のポイントだねこれ、はい、今日の大ポイント親の金で経験させたものは経験にはならないんですよ、うんうん、例えば親の金使ってどっかの国行ったとか、はい、親の金使ってどっかのあれやったとかっていうのは経験にならないんですよ、はい、ってことは早めに自分で稼がせなきゃいけないっていうことになるんだけど、うん自分で稼いで汗水垂らしたお金を使って失敗するからもう鼻血が出るわけですよ、はいうん、親から出してもらった金で失敗してもなんていうの鼻くそほじくる程度なんですようん鼻血か鼻くそかの違いがあるんですよ、はい、聞いてるのそれってこと、はい、そのぐらい大きな違いがあるんですよねうんなるほどうんうん、だからそこを注意すればいいかもしれない。今日の答えだねこれ、はい、鼻血を選ぶか鼻くそを選ぶかこれが今日の答えで、はい、親の金で経験させてもそれは経験にならんってことです、うん、なるほど、うん、だから自分で苦労したものもしくは金を使わなくてもいいから自分の力でやったものっていうのは経験になります、はいうん、そこをみんな間違えずに、やっていくっていうのは一つの大きな答えになりますね、うんはい、どうでしょう。わかりました。これはあれですかね、うん、じゃあ、はい、自分で稼げるようになるお年頃って多分あると思うんですけど、うんうん、それまではどういうふうに、まあ、2歳ぐらいかな。2歳ぐらいからいけるんじゃない2歳ぐらい当然でしょ。2歳でしょわかりました。今何歳なの、子供？2歳ですね。そうでしょ、はい、やっぱ2歳でしょ。わかりました。いやいや、みんなね2歳3歳って余裕かましてるけど、はい、今だいたい間5歳、6歳過ぎてきたらもう自分で稼ぐからね。うん、だって極端な話したら YouTube で稼いでる人いるじゃん、6歳ぐらいだと、はい、小学校1年生でさ、もう何億ってねビル建ててる人たちもいるじゃない、はい、うん、だまあそこまでするのはちょっと当然親が金のマネージメントとかやってるわけであって、うん、まあ、本当ではないわけだけど、うん、まあ、小学校のいくらなんだ、高学年になってきたらやれるもんね、うん、自分の財布持たしてちゃんと自分で計算してお金払って出し帰ってこれる年代、はい、って言ったら小学校 2,3 年からもいけるもんね、はい、なるほど、うんうん、その前から勉強させてもいいかもしれない、はい、うん、だってアメリカなんかあれだよね、例えばゴルフ場なんか行くとさ、はい、もうゴルフボール一生懸命拾って売ってるもんね。なるほど。例えば子供ができる作業っていうとよ、はい、うん、で普通に家の前通るとさ、家の前で毎週日曜日ってみんな売ってるからね、うん、あ、ゴルフボールですか？あ、なんか自分で売った粘土のなんていうの、あれだとか花、はい、自分で作ったお花売ったりとか、うん、それから自分で作ったその、まあ、日本で言ったら折り紙みたいなものを売ったり、それ大体日曜日はあれですよ、自分の家の前にガレージの前に、はい、それを机の上に並べて売ってますよ、うん、1ドルとか2ドルとか書いて、はい、うん、まあ、全部とは言わないんだけど普通に売ってるね、うん、で普通に売り切れるね。あ、そうですか。そうそう、普通に売り切れる。なんでかちょっとおじいちゃんとかおばあちゃん来て「頑張って作ったね」っつって「私はこういうのは欲しいのよ」ってしっかりした声掛けして買ってってくれるから、うん、そうしたらもう子供は涙流して喜ぶでしょ、売れたっつって、うん、そうですね、お前はそしたら家計の、少しでもプラスになったらじゃあ今日は何食いに行くかみたいな、うん、でその時に「いやお父さんやめて、私の金無駄遣いしないで」って初めて言われるわけよ。それがやっぱ小学校前半だよね。うん、うん、それやっぱしっかりやった子とやってない子、うん、将来の先全然違うよね。でそこでいくら子供が売ってたって変なのがやってくるわけよ、うん、おいこれ俺に50セントで売ってくれよ、1ドルって言ってるけどさとか言うわけですよ、はい、で買ったはいいんだけどすぐ持ってきてクレームつけるわけですよ、こんなんダメだから金返せよ、返金しろよってやられて、うん、ね、確かにそれはなんか汚い感じがするんだけど、うん、世の中ってそういうもんなのよ、うん、だからそれはやられたねと、そしたら今度はちゃんとみんなにしっかり喜んでもらえるもの、クレーマーが来てもしっかり対処できるものを売ろうねってことになるわけよ、うん、うんうん、まあこれ今は売買の話でね簡単に言ってしまったんだけど、はい、そういう簡単な話だけじゃなくてね、うん、当然もう日常にそういうのがもうわんさかあるっていうことなんだよね。なるほど、うん、まあその話したら僕の場合いっぱい出てくるから、どういう作業させればいいとかこれやらせればいいとかね、はい、うん、だそういうのは今度じゃあ時間を追って話してるようにするよ。もう相当話しちゃったからね今日もね、はい、うん、まあそれが前回の答えかな。それからまたもっと答えが出るんだけど、はい、まあ一応塾長のさっきの恥ずかしい話を含めて、まあ、具体的にちょっと言えなかったのがあれだったんだけど、はい、うん、まあいいねがかなりついたらこのシリーズを少し増やそうかなと。ありがとうございます。うん、でも子供の話ってみんな聞きたいのかな、でも。そうですね、前回いいねがかなり多かったので、皆さん多分興味ある方多いと思うんですけど。あ、そう、じゃあいいねつけてくれれば、僕またもっと深い話をしていくけどね。はい。子供だけじゃなくて、それ子供に今話してるってことは、親もその経験を踏んでいかないとダメだってことなんでしょう。そうですよね。うん、だから親父さえもそれを踏んでないと、ただの勉強してきた人みたいな。はい。ただの生きてる人みたいになっちゃうので、うん、積極的に、うん、だからそういう今僕が言ったようなのを取り入れて、はい、お金とは何だっていうことだったりとか、そのこう生きていくことっていうのは何だとか、うん、そのどうしてもその奴隷みたいになっちゃうからね、はい、自分の時間を売ればね、うんうん、そうすれば当然マックスが決まってくるわけよ。マックスだって多分1000万とかでしょ、せいぜい2000万ぐらいでしょ多分、うん、しっかり上場会社の部長とかまで行って2000万ぐらいでしょ、はい、まあ3000もあるんだろうけど、うん、だってせいぜいそこで終わっちゃうんだよね、うんうん、ただいや上場会社に勤めててずっとやっていくのもいいけど、じゃあ同時に自分が会社にいるときにどっかの子会社のなんかの社長でこうやってなんかやってって自分で会社を起こしてその自分の会社と組んでやったら年収が何千万ってなる何億ってなることもあるかもしれないし、はい、そのなんていうのかな、そういうこと収入だけが全てではないですけど、はい、今言ったような経験を常に積むことかな、それが大事かもしれないね。なるほど。まあ言いたいことは山のようにあるんだけど、これに関しては、はい、まあ、時間なんでね、次来た時またちょっと話すようにしますよ。はい、わかりました。ちょっといいねをいっぱいつけてもらえる50とか。了解です。で弟子一人で50つけるのなしよ。アカウント50個つけて、そういうのダメだから。はい、わかりました。まあそんな感じでどうでしょう。はい、今日もありがとうございました。はい、はい、どうも。ガチンコー。マリ塾。Subject I could ever follow. So I'm concentrated, looking at her all the time. I deliberated, studied how to make her mine. She stimulated every corner of my mind. They say I got a deficit, but my attention's feeling fine. I'm concentrated, looking at her all the time. The day this agitation went away, I'm on my knees, I gotta pray that her black and my white make gray.